皆さんこんにちは、おチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はこちらをご紹介しましょう。じゃーん、ここの真ん中に書いてありますけども、大阪ループライン、と書いてありますけども、そうです、大阪環状線ですね。開業60周年記念グッズでね、これね、実はパズルなんですね。木製のね、木でできたパズル、裏はこんな感じですね。はい、これをご紹介したいと思います。大阪環状線ですね。まあ東京でね、あの山手線ぐるぐる回る電車としておなじみですけどもね、大阪の方にとっては大阪環状線がぐるぐる回る電車として、まあ、おなじみですよね。まあ名古屋だったら地下鉄名城線もまあぐるぐる回ってます。東京のね、都営大江戸線もぐるぐる回ってます。まあそういうね、環状運転をする電車ですけどもね、まあ西の山手線と言っても過言ではない大阪環状線ですけども、まあいろんな車両走ってますね。私もね、環状線大好きで大阪行くとよく乗るんですけども、ね、101系ですよ、これね。で、103系、まあ一昔前まで環状線、私にとっての大阪環状線これでしたね。で、この103系、はこれはあれですね、阪和線か、阪和線じゃないや、関西線かね、関西線の103でしょ。で、201系、これもついこの前までいましたね。で、スカイブルーの201はこれはまあ東海道の観光線で走ってましたね。その後環状線に転属したんですけども。で、221系ね、これは大和路快速でね、おなじみですよね。で、223系といえば関空紀州路快速でしょ。で、今はね、この225、そして323系ね、これ環状線の主力車両になりました。で、これが特急のはるかの、281、オーシャンアロー、まあ今黒潮ですけど283で、これが、これも黒潮だね、289かね、287がこの中にはいないけどね。はい、そんな環状線のパズルですけどもね、ちょっとこれでね、遊んでみたいと思います。はい、ちょっとね、袋から出してみました。結構ね、あのしっかりね、あの挟まっているので、これひっくり返してもね、落ちないですね。あ、もちろんね、あんまり強くやったら落ちるかもしれないけど、でもね、結構しっかり収まってます。やっぱり木ですからね、そのあたりしっかりできてるのかななんて思います。まあ組み立て結構時間かかりましたけどね、本当はその組み立てるところ動画にした方が良かったかもしれないんですけど、すっごく時間がかかってしまってまあ私はね、普通の人とは違って目が不自由なもんですから、パズルは苦手なんですけど、まあなんとかね、組み立て終わったのでね、完成したところをお見せしましたこれさ、せっかくならね、287系のパンダクロシオがこの中にいてもいいななんて思ったんですけどもね、まああくまでメインはあの環状線ですから、阪和線じゃなくてね、環状線ですからね。はい、というわけでなかなか綺麗ですよね。これの関東バージョンとかもあったらいいななって思うんですけど、あの JR 西日本のグッズ、トレインボックスでね、ネットでもね売ってますけど、あ、結構ねラインナップ豊富でいいですよね。あのハローキティ新幹線とかのグッズもね、あったりとかもしますもんね。はい、というわけで今日は大阪環状線60周年記念グッズでね、このようなパズルがあったのでご紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。